Thank you.
どうもこんばんは、ハイ&マイティーガーです。あーとうとう10月18日来ましたよ。18日ですね。来ましたね。Thanks giving 待ってたかい。かなり人が多いね。はい、ね、もう2階席の方までかなりいっぱいいるんですけども、うん、なんかね、東京はね、まだいけると思うんだよね。まだまだいけますか。まだまだいけますか。後ろ、俺たち見えてますか。2階席見えてますか。俺ら全然見えてません。逆光がね、逆光がすごいよ。そう、モヤモヤしてるだから俺らに見えるように後ろも2階ももちろん前もみんなね、かなり暴れてって燃えてんだよね。いけるか、いけるか、いけるか。
Living in a trap, I'm stuck in a dream. Waking up, so I'm gone.
るとあー今日のねライブのタイトル ライブビーラードサンクスギビングですけども、メグさんサンクスギビングごめん飲んでいいよ。ありがとうございます。サンクスギビング、サンクスギビングの意味をちょっと言ってください。意味ですか？意味です、意味。あの感謝祭って意味です。そうそうそう、ちょっとね俺らもねあのこの英語とか弱い頭から絞り出してサンクスギビングっていう感謝祭っていうね、yes. タイトルをつけたわけですけども、今日で借りを返してやるぜ。そういやね、日頃やっぱ皆さんに感謝してるわけですよ、僕たちみんな。もう言って、なんかちょっとそういうのまあね、あのはい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 、なんだ、質問があるなら言ってみろ。ないじゃないかね、あのなんだこのキャラは、わかんないけど、あのほらやっぱさ、こう俺らもライブとかができるのもやっぱこうやってみんなが集まってくれてるおかげだしさね、やっぱみんながいてくれて嬉しいなっていう気持ちをね、今日はなんだ、どうしたどうした、イエーね、みんなにね、今日はそういう感謝の気持ちを伝えていきたいなっていうライブにしようと思っています。はい、ね、まあよし、案外ね、こう、長かったわけじゃないですか、マッカツさん。はいはいはい、ほら、あの、長かったといえば、あの、俺髪切ったんですけど、気づいてますかね。長かったんですよ。すごいキューティクルが綺麗だよ、今。ああ、ストッパーってだから。もう、なんで気づいてくれないの、もっと私のことよく見てっていう女の気持ちがよくわかる。案外ね、分かりにくい、ね、ありがとう、うん、お前の可愛いぜおい、やめろよ軽いな明らかに男だったけどなあの、ほら、あれさ、デビューしてからあの、ちょっと3年と半年プラスちょっとそんな経ちますか。そんな経ってるわけですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。中学生が高校生になるわけですよ。なった、おめでとう。待って、小学生だった人とかいる？マジで小学生だったよ大学生になった人、あ、結構いるね。やばいな。あ、じゃあみんなプライドの時は高校生だったってことだ。あー、すごい。あ、本当にすごいな。すぐ親父になるから気をつけて。ヒゲがね、どんどん伸びるスピードが速くなってくる。俺らでさえもな、二十歳そこらかと思ったらもう一気に厄年ですよ。そうですよ、厄年。ああ、厄真っ盛りですよ。厄年ですよ、もう本当に厄が怖い。厄怖いからね、こういうとこで借り返していかないってさ、ほらやっぱあれじゃん、ああいうとこあるじゃんだからさ、まあ今日は本当に昔の曲から最新の曲まで全部網羅してさ。そう、本当によ。そうそうそう、お前らに伝えたい言葉はいっぱいあるけどよ、俺たちなんか口下手だからさ。そう、ギター弾きます。俺もう口下手だから叫びます。ああ、うん、ギターも弾けるし、口下手だから一発芸して、一発芸して、口下手だから一発芸して一発芸して、あの真ん中から二つに割れるやつやって、赤坂ブリッツどうあ、それはブリュー、じゃあ、多分今アマキ、あの口下手だから脱ごうかって。ああ、あ、その嘘、脱げばあ、なんかそこまで望んでなかったみたい。おい適当なこと言ってると大変なことになるマキが脱がんと真っ赤が脱ぐことになる。そうだよ、やったぜ。どうする、どう、マッカツ、マッカツ、待て、マッカツ、脱げ、脱げ、マッカツ、脱げ、脱げ、まだ序盤だ、序盤だぞ、おい、ライブもそこそこに俺は脱ぐってか。そう、はいはいはい、キューじゃねえよ。ラスト2曲とかだったらね、まだ脱げるけど。脱ぎます。結構長い。今日脱げんばよ。なんでかっていうと、見えるやつ分かると思うけど、カメラが回ってるんだよ。そうなんだよ。これどういうことか分かる？
おお、お前らすげえいい顔しなよ。そうだよ。まあね、そんな感じで、まあ今日はしかもこうみんなからの投票アンケート的なやつを募って、で、ライブで聴きたい曲とかね、やったわけですよ。で、それを反映させてね、こうセットリストを組んでるわけで、多いよ曲が。さすがにね、100いくらとかあるからさ、ちょっとメドレーとかにしようかなと思ってね。なんで、じゃあもうね、早速行こうか。そうだね、早速行こうか。愛を注いじゃおうか、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 愛が欲しいか。いいよみたいな。はい、じゃあそれでは3の中からアシェイプオブラブ、ゴーオンプログレッシブの中からガーデンオブマイハート、2曲続けて聴いてください。僕を丸ごと変えたい。
気づく
かない僕はあなたが許さず向き合うことを避けてた。でも細くなってるその腕が僕を抱き上げることはもうないんだね。優しいぬくもりを忘れることはない。分かってたつもりだった。そんな気が来るほどずっと消えない。その笑顔を見たり刻みつけて絶対届ける想いを。拾わせてく記憶の
ハヤト、どうもありがとう。どうもありがとうございます。イエーイ、まだまだいけるかーい。イエーイ、まだまだいけんのかーい。イエーイ、まだまだいけんのかーい。イエーイ、あーいける、いけるよあれ、マッカツ骨折れた。 You can play? You can play? 調子乗りました調子乗りました。そう、すいません、さっき、ね、さっき潰れていてーって言ってた子、すいません。そう、俺ね、ライブする前に言いたかったことがある。怪我だけはしないようにね。怪我だけはしないようにお前折れてるだろお前も完全に折れてるだろ大丈夫、イエーイ、ゴールドフィンガー。あ、違う見てることがすごく嬉しいです。見えてますか、後ろ見えてますか、こっち左右左見えてる、これあれ、なんとなく、ちょっと一人でやらしてみた、うん、そんな打ち合わせなかったのに。そう、完全に打ち合わせ。なんか一人ぼっちだけど、アンコールの後は、でも一人ぼっちじゃない。アンコールの後はバカ話をするっていうコーナーですけども、うん、ちょっと一人にしてみたい、うん、でも一人じゃないもん、みんながいるもんね。みんながいるよね。あのね、今日喋ってない人がいるんじゃないかなって思うんですよ。こういう風にしてね、喋りますのもなかなかないですよね、俺ね。そうです。いやでも、今日はこういう日ですから、ちょっとリーダーとしてリーダー喋ろうかななんて思ってるんですけども
プツ。まあですね、まあ、ハイからデビューしまして3年と10ヶ月ぐらいですか。そうですね、そんぐらいよね。まあそれぐらいで、シングルも10、あ、すいません、え、あの、いっぱいあるんですよ。サッシュのアイテムはいっぱいあるんです。そう、まあシングルを出して、まあ14、シングル14枚ですよね。はい、それぐらい、それぐらい、で、アルバム4枚こう出してきて、ハイから本当にメジャーデビューして、もう、てかメジャーデビューするのももうバンド組んですぐぐらいな感じで、本当にね、いろいろ模索しながらやってきて、それでもこう、やっぱ俺らも迷いながらやってきて、こう、ね、それでも今日この会場にこんだけのハイから応援してくれてるみんなが集まったっていうことはね、やっぱ俺らのやってきたことは間違ってなかったっていうね、この6人でっていうのは本当しみじみ、しみじみというかもうすげえ嬉しく思ってます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、もう本当にね、やれやれ、おやるぞやるぞ。そうだね、もう本当に、まあ、個人的なあれなんですけど、手紙って曲もうできたし、今日、今日この場で本当に、まあ天国にいるか分かんないけど、お父さんありがとう、俺産んでくれて、あ、産んでくれてないけど、お父さんありがとう。すごい複雑な家系。産んでくれてありがとう。そうあーじゃーん、あーじゃーん。いやでも本当にこれから、はいからね、マキはここでからし色の服を着て卒業してしまいますが、これからもハイカラは、からしって呼ぶな、これからもハイカラね、本当に男5人プラス、まあ、次の新しい何かっていうのを今日みんなからもらって、もっとかっこいいバンドになろうと思ってるんで、ぜひ応援よろしくお願いします。お願いします。ありがとう、ありがとうございます。感想、はい、どうも、みんな調子はどう？俺ね、完全に首痛い。超楽しいんじゃねえか、東京。なんか、いろいろ考えることいっぱいあったけど、今はシンプルに思うことは、この先もお前らと一緒に音楽を、ただそれだけです。俺らにもっとついてきてください。よろしくお願いします。俺もらえた、お任せだよ。もうね、あの、今日はね、このステージにこう、もうお腹すくぐらいね、もう体力いっぱい使ってるんですけども、それ以上にね、こうみんなからもらうものが大きすぎて、動きたくなる、そんな、今日はライブになってるなと思います。今日こうやってこの場に、いてくれる、来てくれた人たちで、また来れなかった人たちっていうのもやっぱいっぱいいて、でもちろん俺たちも、ツアーはしたかったし、でもやっぱね、ここに全てを持っていこうと思って、今日はライブしてます。昔からずっとデビューする前とかした最初とかから応援してくれてるみんなも、最近ハイから知りましたっていうみんなもね、来てくれてると思います。いろんな人がいてね、もちろんそれは来てくれたオーディエンスのみんなだけじゃなくて、2階とかにいる関係者、スタッフの皆さんもそうで、やっぱ3年、まあ、4年に近い3年っていうのはね、いろんな人との出会いと別れがあって、それをやっぱり噛みしめながら大事にしていきたいし、この一瞬一瞬は今しかないし、でその今の一瞬に俺たち
メンバーと集まってくれたスタッフのみんなもそうだし、オーディエンスのみんなも本当にね、うん、なんか俺らは大好きだし、うん、いっぱい何かを返していきたいし、これからもね、さっき言った通り俺たちは口下手だったりとかするから、やっぱ音楽でしかみんなに返せないと思うから、そういう部分でみんなに今日もらった力をまた返せるように俺たちは頑張っていくんで、これからも本当に応援よろしくお願いします。お願いします。イエーイ、いいこと言ったいいこと言った。ゆうすけちょっと話長い長い、まとめろ、産業にまとめろブーイング多いなおい嘘嘘俺らの気持ち全部伝えてくれてありがとう。はい、なんでね、アンコールしてくれたってことはみんなね、体力が有り余ってるってことじゃねえの。やれるってことだろ、おい。アンコールもみんなで暴れてくぜ。いけるか。オッケー、じゃあみんなで一緒に飛んでいこうぜ。
今日は本当にここに集まってくれてありがとう。みんなと過ごしてきたこの本当に一瞬一瞬、その一瞬一瞬が集まって、3年半本当にいろんなことがあって、でもそんな中でみんながいてくれたからずっとずっとこう歌ってこれました。これからまた新しいスタートを迎えてハイ&マイティから進んでいきます。みんながこれからもずっとずっと音楽と生きていけることを願ってます。それでは聴いてください、花吹雪。迷ったって構わない、また切ればいい、あなたのスタイル。
場所からみんなが旅立ちます。信じ続けて。Go, go.
本当にどうもありがとうございました。これからもヘイ&マイティカラーをよろしくお願いします。じゃあ、例のあれやっちゃいますか。ちょっとね、このままなんかみんなと会えなくなったら寂しいから、来週吉野家ぐらいで会いましょう。本当に今日ここに集まってくれたみんなと、この会場にいるスタッフの皆さん、そして今まで早野マイティカラーに関わってくれたスタッフの皆さん、家族のみんなも本当に本当に今までありがとうございました。これからもハイ&マイティからよろしくお願いします。ありがとうございました。